はいこんにちは、えー、休校中の皆さんの勉強を応援するウェブ朝倉学校数学です本日は2020年5月10日母の日ですで中2数学の教科書の第6章、えー、確率のその3ということでコインくじカード玉の取り出しの問題をやってみたいと思います私は、えー、講師を務めます船橋市議で予備校講師の朝倉と申します。 で私のえ市議としての新型コロナ対応関係の情報発信はさくら m c ル公式サイトに載せてありますのでどうぞご覧くださいで今私たちはコロナの危機の中で学校休業ということになってしまっているんですが3月の16日に私がたまたま数学的に思いついた式、えー、を言っておきますコロナ苦労と苦闘で割り乗り切れば幸せの数字7となるはずだということであと少し頑張ってまいりましょうで中学の数学ののの数内容はこの、えー 並びで学ぶこことになっててましてこの赤で囲んだ部分がそれぞれの学年あの4月に学んでいるはずの内容でしたでここが3月の休校の時に学ぶ内容ですのでここを中心にフォローしようということでこれまで発信してまいりましたでここまでいきまして本日はここまでに明日までこれをやりますえということですでそれでで、あのー、明日以降なんですが、あのー 本、えっと、明日まで数学の確率の話をしまして、あさってがちょうどナイチンゲールの生誕200年ですので、えー、ナイチンゲールのことを、えー、この同じ時間に語る形にいたしまして、えー、私は非常に尊敬している人あの方ですし、あのこれ、数学とか統計学、えー、の,あの勉強にもなりますので、それをお話し,しますで。その上で あの生物学と人体の話に入っていきたいというのは、やはりこの新型コロナウイルスそのもの、ウイルスとは何かとか、他の病原微生物とどう違うのかとか、そこら辺の話に切り込んでいきたいと思います、で私は、まあ、本当は生物学の方が専門で、こういう本も書いておりますので、あのまあ、この今の日本全体の、えー、この事態になっている根本のところに、あの講座を、えー、振り返っていきたいというふうに思っております。 というのは、一応本日までやると、あの中学の、まあ、休校の時に学ぶべき内容が明日までで計31本、動画が発信している形になりますので、それを繰り返して見ていただければ、休校中の内容はフォローできるということで、明日まで発信いたします。それでは、えっと、確率の問題の基本ですが、確率の問題は中学の認識で。 解くきには樹形図という考え方が基本の木の枝のような形ですね。で、2つあの出来事に関して、えっとその全てのパターンを木の枝みたいに表現する。例えばサイコロにかふ2回振ったときにはサイコロ1の目の出方が6通りあるとで、それぞれに対してサイコロ2の目の出方が6通りあるので、この6から発生して6が出るような木の枝みたいな図を書いて、これで36通りの。 目の出方ががあるることがかると。かその中で例えば合計が6となるという確率とはと言われたらこの中で1524334251を選べば5通りとわかるので36分の5とわかるということですね樹形図をかければ、まあ、中学の問題というのは解けるものが多いということでまずこれを基本にしてくださいさてそれで具体的に、まあ、中学まあ高校入試と言ってもいいんですが、えー、具体的な問題としては4つ聞かれることがあります あのコインを投げた、えー、裏表の問題、それからくじを引いた時の問題、それからカードを引いて並べて数字を作る時の問題、そしてもう一つが、袋か,、えー、からいろんな色の玉を取り出す問題、その4つをこれから見ていきたいと思います。でまあ、これからやっていくんでですが実はは、えー、本日は中学的な説明で あのこの、えー、4つの、えー、具体的な問題を解いていきたいと思うんですが明日は実は全く同じ問題を高校的な説明で、えー、したいいと思いますで中学生の皆さんは、まあ、高校の内容パッとあの難しいと思うかもしれないけど実は中学の発想の延長線上に高校の内容がありますのでそれが同じ問題をあの同じ素材で説明するとよくわかると思いますから。 まあ引き続いて見ていただくと高校への導入にもなりますので、ぜひ見てみてください。はい、それでは、コインを4回投げたときに、表が0回、1回、2回、3回、まあ、4回、表が出る時の確率は、それぞれの確率はということなんですが、これ、どうすればいいかということで、まあ、簡単に言うと樹形図、まあ、これ駅の枝状に書いてもいいんですが、簡単ですので、えー、表を丸、裏をバスとして、全パターンを書いてみるんですね。そうすす。るとパパタターーンン。あります16パターン で16パターンありまして、その中で、えーまあ裏,ゼロえー、裏が0回、いつまりすべて表の場合ですね、これはここ、16パターンのうち1つですので、16分の1の確率になります。でこれは実は、すべて表,表、1回目表が出る確率が2分の1、えー、これ、2回目表が出る確率が2分の1で、3回目表が出る確率が2分の1。 4回目も表が出る確率が2分の1、2分の1が4回連続重なるということで、この計算で16分の1という発想もできます。じゃあ次に、裏が1回のときは、この表で×が、えー、と1個のやつを数えておくと4つですね、でそうすると、えー、とこれは16分の4になりますので、4分の1になります。で、これは発想、あの見方としては×が、×の位置が1回目に出るか、2回目に出るか、3回目に出るか、4回目に出るかという発想もできます。 そしてその次、裏が2回のやつなんですが、これがこの緑で書いたやつで、これ6個あるんですね。ということで、16分の6、8分の3ということになります。で裏が3回というのはわかると思うんですが、裏が1回、表が3回というやつと、裏が、えー、3回、表が1回ということは、ちょうど裏返しみたいに同じ確率になりますので、これ4分の1。で裏が0回、つまり表が4回というのと裏が4回というのも同じことですので、16分の1となります。 さてこの十六分の一十六分の四十六分の六十六分の四十六分の一の順番にまあそれぞれゼロ回一回二回三回四回というふうになるということがまあ明日また高校的な観点で説明したいと思いますがまあとりあえずあの中学的にはこの全部列挙して数えればいいということですねただこの列挙するときにまあこれ丸罰表その抜け落としはないと思うんですが念のためあの。 まあ、抜け落としをしてしまいそうな人は、例えば表を2として、裏を1として、できれば表の数字の方を優先させて、えー、考えていきたいと考えます。そうすると、これ、2と1という数字に置き換えると、大きい2と 1, だと1だけでできた4桁の数字を大きい順に丁寧に書いていくという発想をすると、まあ、漏れがなく書けますので、そういう発想でもいいです。はい。それでは次に、くじを引く順番と当たる確率ということで、 これ滋賀県立の高校入試問題ですで非常にかん、まあ、簡単でもあるんですけど本質的なんで面白い問題です4本のうち当たりが1本、えー、入っているくじがありますこのくじを太郎,くん太郎さんと花子さんの2人がそれこの順に太郎さんが先に引いて花子さんが次に引くと1本ずつ引くと右の重軽座はこの時の引き方について当たりくじを1、外れくじを2、3、4として すべての場合は表したものであるということで、まあ、もう入所問題自身にここまで丁寧に受け図まで書いてくれてるんですね。えー、と太郎さん、花子さんが当たりくじを引く確率をそれぞれ求めなさい。ただし、どのくじを引くことも同様に確からしいとするということで、太郎さんがあのまずもう、まあ、いきなり当たりくじを引いてしまったら、その後、花子さんが、えー、まあ、残り3本のくじ,、えー、くじのうちどれを引いても結局は太郎さんが当たったということになりますね。 じゃあ次、太郎さんが、えー、と当たりくじ以外の2番を引いたときに、花子さんが、まあ、残りの1番か3番か4番を引くんですが、1番を引いたときに花子さんが当たったことになります。で、太郎さんが3番で、まずつまり、外れくじを引いた後に同じで、3分の1の確率で花子さんが当たります。ということです、そうすると、全部の倍の数は12分12個ですね。 ありますすののので3で1 4で分分さんは実は花子さんが後ですので、太郎さん自身はとにかく4本のくじのえ中で当たりくじが 1, 個え1本入ってるやつを引くだけですので、単純にもう4分の1と分かります。ということですね。でそうすると、花子さんは12分の3、4分の1と分かりまして、太郎くんは4分の1となります。でこれ、何を言いたいかというと、これ、日常生活に使えるというか、当たり前の発想なんですが、 実は、えー、同じくじを引くときには先に引いても後に引いても確率は変わりません、えー、先に後に引く人はなんか一見不利なような感じがするんだけど結局先に引いた人が外れ外れ,れば実は今度その本数を,減っ,たものを減ったものを引く形になりますので外れればその分あの確率が高まってきますのでその 押しなべてみると実は、えー、っとどの順番に引いても同じなんですね。ということで日常的な、えーあのーまあ、判断にも使えますね。それでは次に、袋の問題ですで。図のように袋 A には1、3、5、7これ千葉県の問題です。1、3、5、7、9の、えー、奇数の数字が1つずつ書かれた5枚のカードが入っているとで袋 B には2、4、6、8という偶数の数字の 1>, 1つずつ入った4枚のカードが入っている。で、これらの袋の中からそれぞれ1枚ずつカードを取り出したとき、この2枚のカードに書かれた数の積が6の倍数となる確率を求めなさい。ということです。はい。これも樹形図で書けます。樹形図で書けるんだけど、昨日も少し言ったと思うんですけど、樹形図というのは結構煩雑なんですね。そしてちょっと見落としもしまあ、見落としはしないと思うんですけど、ちょっと煩雑なので、 こう2つの出来事が絶対、袋 A から出すカードと袋 B から出すカードは重ならないということだとこうも書けるんですね、つまり袋 A の方を縦列に書いて、袋 B の方を横列に書いて、そうすると、この、ね、縦、袋 A からが5通り、袋 B からが4通りですので、20通りのパターンがあると、でその中で6の倍数になったものをこう選んで丸っていけば、20分の11と分かります。 でこれもうちょっと数学的に考えると、6の倍数となるためには、えーと、因数として2と3が入ってればいいということで、こっち側は2が入ってますね。で、3がこっち側に入っているからこの、これ自身の中に入ってればいいので、これ自身の縦列と、2と3が合わさったここの列ですね。ということで、えー、20分の11と求めることができます。それでは、次に、カードを並べて、 えー、行く問問題題です、えー、兵庫県の問題1、2、3、4、5の5枚のカードがあるこの5枚のカードをよく切ってから1枚ずつ3回続けて引き引いた順に並べて3桁の整数を作るとできる3桁の整数は全部で何通りあるか求めなさいとできる3桁の整数が350以上になる確率を求めなさいということで5枚のカードを、えー、3 1>, えっと1枚ずつ3回引いた時にできる3桁の数は全部で何通りあるかということですちょっと考えてみてください1枚目一枚目は5通り引けますねでも2枚目は1枚目に引いてしまったものはもう二度と引けないわけですからそうすると4通りしか引けませんで3枚目はあのもう2枚引いちゃってますから 残り3枚しか残ってませんので3通りしか引けません。ということで、実はこういうふうになるんですねで。1枚目が100の位になって5通りあります。そして100の位が決まったら残りの、えー、とカードは4枚になりますので10の位は4通りですで。そしてもう2枚引いちゃったので1の位は3通りになりますから60通りになります。1番の答えは60通り。じゃあ60通りの中で2番目の条件に合うもの、できる3桁の整数が350以上になるのは。 400いくつと500いくつはあの必ず350以上になります。ということで100の位が4か5つまり2通りの時は必ずあの、まあ、350以上になります。そして、えー、そ,のそれぞれについて、えー、これ1枚引いた後はあと残りはあの 4, 4枚から引いてきますあ,あと残りは3枚から引いていくというのは同じなのでこれ24通りになります。でその次に 350以上というのは、351、352、1, 35 1, 35もう3は引いたので、354ですね。3と5はもう決まっていて、最後の一桁のところだけ、1か2か4か、えー、取ることができるということで、3通りです。そうすると,、えっと、この400台と500台のやつが24通りあって、300台のやつが3通りありますので、 全部で27通りあります。ということで、60分の27で、えー、っと20分の9という計算になります。はいそれでは、これが千葉県の問題なんですが、ちょっとこれ、まあ、一見、なんかひねった問題なんですが、実は簡単です。図のように、1、2、3、4の数が、数字が一つずつ書かれた4枚のカードと、一つずつ書かれた4つの箱があると。 でこの4枚のカードをよく切って1枚ずつ引き順に箱の中に入れていくするとすると1回目に引いたカードは1の番号の箱に入れるとで2回目に引いたカードは2の中に入れるとで3回目に引いたときは3の箱の中に入れるとでこの時に箱に入っているカードとその箱に書かれた数字が1つだけの位置になる確率を持ってくださいただし引いたカードは元に戻さないということで、まあ、つまりこれも実は ちょっと箱に入れるという操作をしてるけどこれさっきの問題と実は同じなんですねえっと5枚のカードを切って順番に並べて3桁の整数を作ってるのと実は同じ操作ですつまりこれが100の位これが10の位これが1の位と考えると兵庫県の問題で全く一緒ですということでえっとできるパターンを全部あげていきますあの こう,こう全部上げていきますと24通りありまして24通りの中でこの1桁、えっと、この番号と3つとまってる場合はダメで1つだけ合ってるのを選んでいくんですねでそうするとこれは二つ3つもあってしまってこれ2つ合ってしまってるので、えー、これ、えー、1つだけ合ってるのを選ぶと12345678 9で、24分の9で8分の3となりますで24という分,数あの分母のところは、1, と1枚目が4通り、2枚目が3通り、3枚目が2通りということで、4×3×2 で24という計算になります。はい。それでは、ちょっと今の発想について、あのー、ちょっと整理した図があるんですが、これは実は、 明日の内容につながっていくので明日、説明することにいたしまして今日は、まあ、さっき最初に言いましたように中学的な発想で、まあ、いろいろ工夫しながらも全部のパターンをあの書き出して、えーまあ、書いていけばできるということを前提にありますのでちょっとはこれ明日の説明にしましょう。はい、それでは次袋の中に赤玉玉玉ががが1個青玉が2個白玉が3個青2白3入っています この袋の中から同時に2個の玉を取り出すとき、少なくとも1個は白玉である確率を求めなさい。ただし袋の中は見えないものとし、どの玉の取り出した方も同様に確からしいものとしますということで、これ、6つ玉があるんですが、色が3つが白で、2つが青で、1つが赤ということですね。でそうすると、色の種類としては3種類なんですが、今度は色が、色 同士は対等じゃないんですね白はだって3個もあるから出やすいし青は2個だからちょっと出、まあ、やすさが半分あの半分というかちょうど真ん中で赤が一番出にくいですね。ということで赤白青という区分で取り出し方を考えるとあの平等ではないということでこれは実は、えっと、同じ色であっても別の玉ですよねだからここに番号をつけるんです。 白,白玉1番、白玉2番、白玉3番、青玉1番、青玉2番、赤玉という,ふうにつけます。で、そうして取り出した方を考えると、実はあのこういうことなんですね。2つ同時に取り出すということで、えーまあ、つまり、えー、とまず番、玉に記号をつけとした赤玉、青1番、青2番、白1番、白2番、白3番、そうすると、すべての組み合わせを全部考えていきます。でそうすると えっと、赤,赤が選ばれるとしたときに赤ともう1つは青1、青2、えー、白1、白2、白3ということで、まあ、赤との組み合わせ7残り5通りになりますそしてすでに赤は、えー、もう使ってしまったので残り青以下,青以下で青よりこっち側で考えていくと青1、青2、青1、白1ということでこういう風になっていきますでこういう風に全部数えていきますと丁寧に番号をつけてすべての組み合わせを 樹形図ででもいいんですが、あの考えていきますと、えっと、この、えー、15通りが出てきます15通りの中で少なくとも1個は白玉であるというのはこ,これはダメですねでこれ白玉1個少なくとも1個含んでますので15通り分の12通りで5分の4ということになりますでこれちょっと別な発想法もできまして、えー、15通りというのが抜き書きしてきちんと分かった上で、えー この事柄に A の起こる確率を P とすると A の起こらない確率は1枚イス P とド発想ができます。つまりこの15通りの中で、えっと、白が出てこないやつを1個も出てこないやつを選ぶと3つですね。15通り分の、えっと、3があの白が出てこずに赤と青だけで出る確率です。それを1から引いていくと、まあ、白,白も混じっている確率が出てきますという形ですね。 さて同様の問題が、まあ、結構高校入試では聞かれまして赤玉4個白玉赤玉3個白玉4個が入ってます、えー、この服の中から同時に2個の玉を取り出す時2個とも同じ色の玉である確率を求めなさい赤赤とか白白になったら確率を求めなさいということですでこれも中学的なやり,やり,やり方をするとやはりあの 赤玉に赤1から赤3までの番号をつけ、白玉に白1から白,3までの白4までの番号をつけ、その中で条件に合うものを選んでいくんですね。それをちょっと樹形図というのの変形ですが、あのまあ、こういう形で、えー、書いていきました、まあ。赤1を選ぶとしたらもう1つのペアはどうかとで、赤2を選ぶとしたらもう1つのペアはどうかということで選んでいきますと、 21通りの,あの選び方ががあるっていうことができますその中で赤玉同士白玉同士を、えー、やつを選んでみますと21分の9ということで7分の3ということになります。という形であの、えっと、同じ色の玉が複数袋の中に入っている時には玉にそれぞれ番号をつけて樹、えー、形図あるいは全部の組み合わせをきちんと書いた上で 全体数の場合の数を書きその中で条件の合うものを丁寧に選んで、えー、それを分子に乗せて計算すればいいという発想ですただ、えー、まあできるできるでしょうけど何かもうちょっと発想がうまくいかないかということを考えていくのが考古的な発想ですので明日はこの全く同じ問題を もう少し数学的に整理した順列とか組み合わせとかそういう話をさせていただきますので同じ問題を高校的な切り口でご説明いたしますのでまたぜひ明日もご覧ください。ごご聴ありがとうございました。